ですか。じゃあ。え、どう？お願いしといた。あ、そうですか。わし今から行くんですけど。あ、そうですか。開いてます？あ、じゃあ一緒だったんですね。9時から10時開けてくれ。あ、なんかそれでお願いしてたんやけど。あ、じゃあいいですか。すみません。ありがとう。どう考えてもね、ここは。おひさかの彦人の上の王子、もうちょっとね、この辺の地筋はどうなってんだろう。むちゃくちゃでございますわ。おそらくね、言ってもらったんやけどね、はい、楽屋史跡公園でございます。これは公園の看板がね、今上上がってみましょうかね。3回目でございます。こちらの円墳がね、いろいろ言ってあるんだけど、50メーターから70メーターぐらい、もう言う人によって意見が違うんでね、困っとるんやけど、まあ60メーターがええとこやね、真ん中取って。60メーターぐらいありそうですわ。いや、70メーターぐらいあるかもしれんな。ええ墳で、高さが13、4メーターあるかね。さあ、入りますよ。だから入るのは今日で3回目かね。605分。これはどうなってんの？これは、円墳で55メーターになってるね。高さが13メーターで。そうすると、石図の高さ、何メーターの、船頭が長さ10メーター、高さが2メーター、幅が 1.8 メーター、原筆が長さが7メーター、幅が 3.5 メーター、高さ 4.5 メーター。ちょっと低いんやね。それでもね、さすがの、西部大国に匹敵するようなこと言ってたね。こんな感じやからね。そんな中の印象見てみましょうか。それ見に来たんやね。そうそう、今日はね、今日は珍しくライト持ってきました。ライト、いつもライトが暗いんで、ちょっと大きいの買ってみたんやけど、どうなんだろうな。このライト買ってみたんやけど、これちっちゃいライトやからね、まああんま変わらんか。ドーンとね、大きな天井石が乗ってますけどね。え、つけへんぞ。あ、ついた。はい、ね、入ってみましょう。ゆっくり眺めますよ、今日は。誰もいないから。ここね。ちょっとね、こう頭が当たるんでね。これ、ここからこの石の大きさ分かりましたろ、これ。どうぞどうぞ。それでね、この奥もずっとそこ前こう行ったらね、塔が立ってるんですよ。やっぱすごいね。これね、石1、2、3段かな、正面は。正面は3段ですかね。で、天井石が1枚、2枚、3枚かな、3枚ですね。4.5 メーター。なんかもっと高く感じるけど、そんなしょうないか。ね。で、これが、ないかな。組み立て式ないよな。組み立て式じゃなくて。組み立て式じゃないみたいなこと言ってたけどね。掘り立て式かなんか言ってたけど、そんなやり方あんのかね。ほんで、横がね、大きな椅子使ってんだけど、1段、2段、3段、4段か。4段でございますね。大きな石やけどね、1、2、3。この天井石は2段。2段でございますね。まあ、基本的にはね、このやり方はかなりね、み
な同じの感じになってるね、この頃このやつはね、大きいやつ。あ、これも遠ばかんだ。これはやっぱ素晴らしいですね。もうちょっと早く来たらね、先の方と一緒にお話できたんだけどね。ブラ回ってみましょう。ブラ何も残ってないやろ残ってない。これブロックやな。これこれ割られたんだろうな。 こっちの左側も1段2段3段4段やね。うまいとこやっぱり住んでるね。こういう積み方ね、この積み方が将来的にはね、お城にも発展するんですよね、これが。ああ最高やね、これ。こっちの石がこちらに来ていれば、こうちょっとね、この石はちょっとね、出てきてまんねんけどね、これ。こんな出てんだけどね。やっぱ追い出された可能性あるねんな。かませ石も。こんなとこかませ石やんねんの、これ。あれは危ないな、あれ。あれは。岩に落ちそうやわ。この辺もどうなんですかね、これ。いや。これも可能性で、めちゃくちゃな可能性方やね、これ。マスがかかっとるか落ちらんねやろうけど。ああ、すごいね。あの家開いてんのかな。ああ、すごいすごい。これはすごかった。この前も来たんだけどもね、ガイドの方がライト持ってあるからね、落ちかんねへんって、カメラが。見してくれるけどね、こうやってくれるんだけどね、カメラ落ちかんかったんやで。あ、素晴らしいわ。下のね、これ石、小石がいっぱいあるんやけど、たまに落ちてます。ちょっと大きい石がね。ああ、これは最高。やっぱりこっちやろな。日山古墳で宮内庁以上事情してんだけどね。おお、この辺の奏で方すごいね、これ。えらい。割ってんな、これ。割ったやつ入れてんね。割ったやつ入れてありますわ。これ、落ちとるしね。あ、ちょっと浮いてるやろ、こう。この現実はね、天井石が1枚。4枚かな。原石というか、船頭か。船頭はね、天井石が1枚、2枚、3枚、4枚やな。横はどうなんですか。横はね、横はあれ1個やから、1段、2段、3段、3段やな。3段ぐらいもんやね。いやー、きれいですね。詰めてます石はね。この石はなんだ、これは。まあ、関係ないか。こっちもやっぱ3段やな、この辺からな。これ2段やけど、1段2段3段やな。これ 2段か。これ1段2段か。この1段2段、ここが3段、ここが3段。ちょっと程度のいい石がなかったんだろうな。この辺石いっぱい埋まってんだけどね。あ、なんかおった。なんだあれはね。ムカデ。これムカデ。この3分の1かいな。ムカデおりました。ムカデが、ムカデがね、出ておりました。まあもう一回ちょっと見てから帰りましょうか。こう真っ暗やもんな、やっぱり。ああ最高。せっかく2基あたりのことやけどね、今1基しかないんだけど、後で調べとこうか。そうやな、ああ調べますね、後でね。いやー、これ見に来てください。もう最高ですよ、これ。
2週間前にね、申し込んだら2週間後にね、開けてくるらしい、鍵を。今日はたまたまね、先着いらっしゃったんでね、空いた中で入ってくださいということで、ちょっと了解もらったんだけどね。はい、ありがとうございました。そしたら、ここから出たやつのね、出動したやつのいろんなやつがどっか、役場の、展示場にあるらしいんでね、それをちょっと、見に行きましょうかね。じゃあ、行きそこ、はいしょつぼがみ、なんだろう。ああ、マグかやな、これか、605本、これでございますか。特殊機材でございますか。つぼ、金具ね、筋金具、まあバグの金具やね、これほとんどが。あれ、石棺一機しか残ってるのは一機しか見えないんだけどね、どうなってんだ。うん、石棺二機あたりことやってるよね。ちょっとわからんな、後で調べるか。